感動を与えてくれる、笑顔を与えてくれる、終わった後には何か考えるものがある。In the house! よしお Vlog です。こんばんは。本日はですね、週末、レンタル店に行ってあれ借りようのコーナーにぜひ入れさせていただきたい作品、グリーンブック。はい。グリーンブックでございます。このグリーンブックっていう作品を今日鑑賞してみて、僕劇場に行けなかったんですけれども、これがTSUTAYAでレンタル解禁になり、どんな方でも簡単に今すぐ見ることができます。そんな素晴らしい作品を皆さんに週末にでも、休みの前の日にでもですね、家族でみんな集まって、この作品を見ることによって、とっても温かい気持ち、また映画から何かを知ることができる、学ぶことができる、そんな素晴らしい作品だったんで、今作ご紹介させていただきたいと思います。で、今回はですね、まずあらすじをお話しさせていただき、そして僕がこの映画から感じたちょっとした感想ってものを短めにお話しさせていただく、週末レンタル店に行ってあれ借りようっていうコーナーでございます。どうぞ最後までチャンネル登録をした上でご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは行きますよ。トロント国際映画祭で観客賞を受賞しました。その観客賞を受賞したことにより注目を集め、その翌年の今年ですね、2月に行われたアカデミー賞では作品賞をはじめ、助演男優賞、マハーシャラ・アリが取っています。脚本賞の3冠に輝くなど、一大センセーションを巻き起こした映画、グリーンブックでございます。で、これは日本でもアカデミー賞発表後の3月に劇場公開され、大ヒットを記録しました。で、このグリーンブックの簡単なあらすじをちょっとかいつまんでお話しさせていただきます。映画の舞台となるは1962年のですね、アメリカ。リンカーン大統領による奴隷解放宣言がなされてから約100年の歳月が流れてもなお、アメリカ南部の多くの州ではジム・クロー法と呼ばれる黒人が一般公共施設を利用することを禁止制限した法律が存在し、依然として実質的な人種差別が行われていました。公然と黒人の利用を拒否する南部の宿泊施設やレストラン、黒人の旅行者のたちがそれらの施設を利用した際のトラブルを避けるため、彼らが利用可能な施設をあらかじめ記したのが折り表紙のような旅のブック、それがグリーンブックっていうものなんですね。そんなグリーンブックを渡されて運転手としてハンドルを握るのはトニー・リップっていう、ガサツなですね、用心棒をしているような男です。このトニー・リップをビゴ・モーテンセンが演じ、ニューヨークのナイトクラブで用心棒を務めていく彼は、クラブの改装期間に入る間別の仕事を探すことを余儀なくされます。そんな彼のもとに期間限定で黒人ピアニストの運転手をやらないかという話が舞い込んできます。ピアニストの名前はドクター・シャーリー、ドクと話しますね。ドクター・シャーリー、ドクはですね、マーシャラ・アリが演じています。トニーはその名を聞いたことがないけれど、カーネギーホールの上階の高級マンションに住んでいる彼はとても光栄なピアニストであるらしい。これから8週間にわたってアメリカ南部を初めて回れるコンサートツアーを予定している彼は、ある種のトラブルバスターであるトニーの腕を見込んで、そのツアーの運転手兼マネージャーとして雇い入れようというのだ。黒人に対する印象は必ずしも良くないけれど、背は腹に変えられない。高額なギャラに惹かれたトニーは結局その仕事を引き受けることにする。こうして人種はもちろん生まれも育ちもその価値観も大きく異なる2人ですね。本来ならば出会うことがなかったかもしれない中年2人の素晴らしいロードムービーがある、その映画っていうのがこのグリーンブックっていう作品なんです。人種差別がある時代、その時代に生きる黒人、白人、さまざまな人種がいますよね。もちろんイタリア人、この映画の主人公はイタリア系の男です。イタリア系とかイタリア人なのかな。そのイタリア系のガサツな、用心棒をしているような、学がない男とですね、高名なピアノ師と一生懸命勉強をして学校まで出てる、その最高なピアノを弾ける一人の黒人の男、お金を持っているこの男、正反対の2人が出会い、そして一緒に旅を続けながらお互いに何かを得ていくのを映画を通して見ていくことができる、そんな素晴らしい作品がこのグリーンブックっていう作品でございます。グリーンブックですね。僕実際に、劇場には行けなかったです。ちょっと忙しかったんで、ちょっと見たかったんだけど終わってしまったんですね。で、みんな友人たちがさ、素晴らしい、この作品いいよって言って、ツイッター上とか映画レビューしてる方とかいろんな方が教えてくれて、今年の暫定ベスト1に決めてる人もいたぐらい、僕の素晴らしい大好きな作品ですって言って、勧めてくれたんですね。で、レンタルが出るのを待っていて、実際にもうすぐ出て、すぐその場で借りて、すぐ今日見ました。本当に見終わった後に、やっぱり感動ってもの、いい映画を見た後の余韻っていうものは本当に誰にも伝えられないぐらいやっぱり嬉しいんですよ。でこの「グリーンブック」っていう作品なんですけども、人種差別ってやっぱりさ、人種差別がいろいろ濃いじゃない。映画のタイトルにもある通り、この「グリーンブック」っていう、映画のタイトルのものはですね、黒人が利用できる施設を記したそうです。この時代は黒人は旅をしてもある程度いろんなところに行く。この高名なピアニストでさえも人種差別をされ、みんなと同じレストランで食事ができなかったり、トイレは別にされたり、楽屋がすんごい物置みたいなところで扱われたり、本当に人として扱われない。やっぱりこう奴隷解放運動だとかさ、人種差別が治ってきても今もなおやっぱり人種差別ってあるじゃないですか。それを、映画の中で描きながら、ただのこう人種差別を伝える映画ではないんですよ。これは人間と人間とその人間が生まれる、そして出会い、お互いに何かを学びながら2人が成長し、その映画の中に出てくるシーン、そして見てる者たちまでものを変えてしまうような、そんな作品があったんですね。で実際にこう黒人のピアニストを演じるこのドクター・シャーリーのマハーシャラ・アリだっけ、マハーシャラ・アリっていう俳優さんいるんだけど、本当に弾いてんのから、すげえ素晴らしい音楽を奏でるんですよ。で今までさ、やっぱり勉強をして真面目な曲、ベートーベンだとかショパンだとかそういう曲を勉強してきて、そっちが得意な俺の分野なんだって言ってる男とですね、いろいろなサム・クックとかあの頃のジャズ、ポピュラー、そんなものを聞いて、支配人としてその用心棒として生きてきたそのトニーはですね、やっぱり聴く曲っていうのも正反対なんですよ。そこでいろんな部分にお互いが学ぶべきもの、こっちの男トニーが知ってるもの、こっちのマハーシャラ・アリのドクが知ってるもの、その2人の知ってるものっていうのを共有していく。要するに全然違う友達とかができるじゃないですか。やっぱり世の中生きてきて、自分と正反対の友人ができる。その友人は俺が知らないことを知っている。そのうまくその車で旅をする、8週間の旅をしながら、その2人がいろいろお互いに学びながら成長していく物語が素晴らしく描かれてるんですよ。これは人の人間の生き様ってものですよね。でその中にある、人種差別っていうものも事細かく描かれていくんだけども、このねビゴ・モーテンセン、すごい当たり役だと思いました。マハーシャラ・アリが素晴らしい助演男優賞とか賞を受けてるじゃない。ビゴ・モーテンセンの方も、俺この俳優さんのこの今回の演技っていうものは素晴らしいんだよね。やっぱり最初はやっぱり自分も人種差別的な感じがあるんですよ。奥さんが家に呼び入れた、なんか水道工事かなんかをしてくれた黒人のジュースをあげたグラスをですね、ゴミ箱にそっと捨てたりとかっていう形で、やっぱり自分とは違う世界の人間、同じ人間として見てない描写っていうものがやっぱり描かれるんです。だからその辺が嫌な方はやっぱりムカつくっていう部分あると思うんだけども、映画を通してそれは良くないことだけども、こういう風に変わっていくっていうもの、それをうまく描いているんですよね。でこのマハーシャラ・アリ、やっぱりさ、黒人のピアニスト、高名なピアニストなんだけども、全てを恵まれて完璧にこなせてお金も持っているって状態ではない。心に寂しさがあるんですよ。このピアノを弾いていくことによって、毎回いろんなところでピアノを弾いてツアー回っていくじゃない。でその中でピアノを弾いて、このトニーはその曲を聴きながら、素晴らしいね、だんだんこの曲が好きになっていく、彼のことを好きになっていく、そして旅をしながらこのドクの方もトニーのことを好きになっていく、お互いに心が通じていく中で、でもピアノを弾いて、皆さん気づきましたか？ずっと真面目に弾いてるピアノ、それがですね、最後の方のあのシーン、そうです、オレンジバーだっけ、バーみたいなところでポップスをこう曲がないもの、セッションして弾くシーンあるじゃないですか。あそこの最後の曲の部分で、今まで弾いてきた時と違う顔を見せてる。それは本人がこんな生き方もある、こういう場所でみんなと楽しく過ごす、音楽っていうものを通じて生きるっていう意味をそこで初めて心の中に掴んだ部分ですよね。途中の映画の中で土砂降りの雨の中、彼が言いますよね。俺は黒人でもない、白人でもない、俺は一体男でもない、何なんだって言って悲しみながら叫ぶシーンがありますよね。なので今までそのドクは自分の存在ってものが分からなかった。だけどもトニーと旅することによっていろんな結果、いろんなものを得て、最後に学ぶべきものがあり、自分の存在意義っていうものが分かったっていうような。車の中でケンタッキーフライドチキンを食べる、今まで食べたこともない、手づかみで食べたら手が汚れてしまうじゃないか、その油がシーツについてしまうじゃないか、そのケンタッキーをトニーから渡され手づかみで食べる時のあの喜びのシーン、食べてることによってこんな食べ方、こんな感じ、これが生きてるっていう実感を車の中でちょっとした笑みを浮かべて感じるドクの顔を見た時に、俺ね、笑いとともにちょっとした感動が訪れるんですよ。で車が壊れた時、いろんなシーン、一つ一つのシーンですよ。車が止まった時にそこで車を直しているトニー、ドクは後ろに座っている。車から降りてちょっと涼もうと思うと、農場にはですね、たくさんの黒人たちが農作業をしている。そう、仕事が違いど、そのドクっていう黒人の男は高級車に乗って運転手まで雇っている姿を、その農作業をしている黒人たちがじっと見つめるシーン、これね、胸が痛くなるんですよ。その時代の、その時代には本当にそういう人たちがたくさんいたわけじゃない。自分の未来も一生農作業をして終わっていくのかっていう、ただ働くだけ、食うためだけに働いてる人間たち。その中でもそのドクっていう人間はですね、向こうから見たら運転手をやってるほどに立派な男だけども、そのドク自身は立派な男、高名なピアニストになっているんだけども、何か自分に物足りない、いろいろなものがある、葛藤があるということ。この「グリーンブック」っていう作品は本当に素晴らしいと思いました。感動を与えてくれる、笑顔を与えてくれる、終わった後には何か考えるものがある。それを映画という作品を通してですね、僕たちにそっと優しく感動を伝えてくれた作品、それが「グリーンブック」でございます。どうぞTSUTAYAに行って、レンタル店に行って、今すぐに見てない方は鑑賞してみたらいかがでしょうか。おすすめでございます。それではお疲れ様でした。ではまたですね、最新の、映画情報や、最新レンタルとかいろいろ出て、皆さんが見てる作品も見てない作品もこれから伝えていきたいと思いますんで、どうぞこのチャンネルの方よろしくお願いいたします。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。'Cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine. Gonna hold you tonight.